今回で,ですね、海外旅行の障害保険に関して動画で解説させていただきたいと思います。えー、3年ぶりの海外投稿ということで、あさっていよいよ出発します。本格的に再始動してきますけど、えー、その中で、えー、まずは駐在経験のあるタイから行きます。足慣らしということでね、えー、タイのバンコク、駐在しましたけど、タイのバンコクから入って、ということでパタヤなども、まあ、再編してくれてです。なので、ぜひ、あの、動画ね、楽しみに、えー、していただければなと思います。 あとは同じく駐在経験のあるベトナムですね、ホーチミンに行き、あとはシンガポール、今まで6回行ってますけど、7回目のシンガポール裁縫もえ、もうすでにね、あの、航空券取ってますのでね、航空券であと手配してますので、えー、現地からの動画ね、えー、楽しみにしていただければと思います。 で、今回は、えー、非常に大切なお話ですね、えー。海外旅行障害保険ということで、えー、加入されない方も中にいらっしゃるのかなって感じはするんだけど、やはりこのご時世においてはやっぱり加入していくべきですね。もともと旅行会社、勤務しですね、えー。こういった旅行障害保険の販売もしてきた身で、えー、今回語らさせていただきます。えー、旅行、あの、保険の販売資格持ってますからね。で、 えー、その中で、えー、旅行障害保険ということで、えー、今年は、まあ、結構海外出られる方多いと思うんだけど、まあ、期間だったらそんなに高くないと思うので、ね、あとはカード付帯の保険と、まあそういったところの、まあ、いろいろとね、不、え、利、ー、点なんかもありますので、そういったところをこれから開催させていただきます。まずは、これ見ていただくと、えー、これはアメリカンエクスプレスの、えー、プレミアムカードの、えー、旅行障害保険のね、えー、保険金額です、保証額です。 えー、昨年9月にアメリカンエクスペレスのゴールドカードから、えー、アメリカンエクスペレスの、えー、プレミアムカードに、えー、切り替えしました。ゴールドが、えー、年会費で34,300円なんだけど、えー、あ、プレミアムカードに関しては、えー、税込みで16万5千円です。15万円プラス税金で16万5千円。ちょっと高めのやつなんだけど、えー、いろんなところで、えー、ね、あのー、重宝します。 例えば、ここのところを見ていただいて、これアメリカエク,エクスプレスのね、えー、プレミアムカードの、えー、保証額なんですけど、えー、ここのところを見ていただいて、障害死亡、保険種別ってこう、いくつかある、これもちょっと今から解説させていただきますけど、えー、これから海外出られる方、あんまり海外行ったことない方なんか特にね、まあ、知らない方もいらっしゃるので、重要なちょっとお話としてね、聞いていただければと思います。えー、障害死亡、後、え、遺、ー、障害、えー、保険金ということで、 もし何かしら事故とかでね、えー、亡くなった場合ですね、えー、もしくは後遺症が残った場合、えー、これは、ま、最後で1億円ですね、えー、基本家の会員様ということで1億円が、ま、保険金で降りる、えー、わけです。で、その下、えー、障害、えー、治療費用保険金とか疾病治療費用保険とかいうのは、 えー、障害って、まあ、怪我した場合だから、例えば何か事故にね、あってしまった場合で、まあ、治療が必要な場合、疾病って言われ例えば、まあ、新型コロナなんかをこれ含まれますけど、えー、何か病気にかかってしまって入院して治療が必要な場合、手術が必要な場合っていうのは、ここに当てはまります。えー、ちなみに、日本の保険であれば、新型コロナに関して、まあ、含んでる、まあ、保険がほとんどだと思うので、もし不安であればね、えー、ぜひ、まあ、あの、旅行障害保険の、まあ、 えー、保険会社にね、えー、電話していただければと思います。で、えー、その下、えー、この賠償責任保険金ですね。例えば何かホテル泊まって備品を壊してしまったとかね、レンタカー借りてね、壊れてし、壊してしまったとかね、ありますよね。面積事故、まあ、いろいろあるんだけど、えー、そういったところで何か賠償請求された場合の、えー、賠償責任保険ってこれ最大で5000万円ですね。5000万円です。 で、あとは、救援者費用保険金ということで、えー、救援者ということで、例えばね、ね、えー、皆様が海外で何か事故に遭ってしまったりとかして、まあ、緊急で手術したりする、そういった時に、あのー、ご家族とかね、えー、友人などの手助けが必要な場合、この救援者費用ということで、これがまあ、最高で1000万円までということです。ただ、ここなんかも結構重要ですよね。 あとは、傾向品の損害保険金。これ、アメリカエスプレイスのプレミアムカードだったら100万円高いんですね。まあ、あの、ゴールだったら50万円だし、他のカードだったら結構安かったりするんだけど、えー、ここのところ100万円ということで、そんなに、例えば皆さんがね、高価なもの持ってかないのであれば、別にそこまででも必要ないのかなって、50万円とかね、もしくは30万円ぐらいでもいいのかなって感じはするんだけど、私自身はまあ、カメラをね、昨年秋に購入して、結構高価なカメラになりますので、 えー、そういったところでやっぱりこの傾向品の、えー、損害保険って結構重要なんですね。で、100万円です。ただ、ここに落とし穴っていうのがあって、えー、これは各社によって違います。これはアメリカエクスプレスに関しては私、まあ電話で聞いたんですけど、これ損保ジャパンがやってる保険ですね。損保ジャパンが受け負ってる保険になりますけど、 えー、傾向品損害保険金100万円ということで、じゃあ100万円すべてね、じゃあ、例えば自分が買ったカメラが70万ぐらいします、本体でね。えー、レンズとか含めて、えー、総額200ぐらいしますけど、本体が70万であれば、じゃあ100万円、じゃ全部それ盗まれたら降りるのかっては祖母ではなくて、1個あたりの上限っていうのが決められていて、1個あたり10万円です。ただ他の保険会社確認した時に100万円で集めたら1個あたり20万円で JI とかね、あったりしたので、 ま、保険会社であって、そこの一個あたりの、ま、上限価格ってのは違ってくるんだけど、えー、そこに関してはね、ぜひ、ま、保険会社に確認いただければなって思います。で、その下、乗り継ぎ遅延とか、出航遅延ですね。欠航登場、搭乗不能費用。まあ、これによって、出発、出航は支援して、欠航とかして、じゃあ、翌日の便で乗る。その時に、ま、ホテルとか必要になるわけですよね。そういった時の、 えー、費用ですね。えー、を、えー、1回につき、えー、最高、えー、3万円ということです。で、えー、その下、自宅手荷物遅延費用ということで、自、え、宅、ー、手荷物遅延ということで、自、え、宅、ー、手荷物ね。機内持ち込みの手荷物とかありますけど、自宅なんで預けるやつですね。まあ、機内ではなくて、機内で持ち込むやつじゃなくて、えー、実際その、あの、ね、あの預けるやつということで、 これがもし、例えばね、えー、経由の場合だったら結構ロス化けすることにですね、ロストバーゲージということで、えー、結構荷物がどっか行っちゃってるところがあるそうすると、えー、航空会社に問い合わせるとですね、えー、どこどこの空港で経由で、えー、ちょっとうまくね、そこに入れられてなかったっていうふうに来る場合、そうすると、 えー、手荷物が支援することによって、例えば何か必要なものがそこ入ってますよね。えー、そうすると、まあ一回につき最高3万円ということに必要なものを買うお金ということで、一回につき3万円が降りるということです。 あとは受託手には本失費用ということで、1回につき最高6万円ですね。だから、まあ基本的に商品とかカメラとかに関してね、結構一眼の見られず私は機内持ち込みますけど、えー、他にあんまりまあどうでもいいやつでは結構預けること多いと思うんだよね。えー、そういう場合は一応1回につき最高6万円ですね。紛失、テニマが紛失した場合ですね。なくなっちゃった場合、バックパックとスーツケースとかね、まあ結構高いやつ持ってる方いらっしゃると思うと、はい。えー、ということです。 で、今回ここで重要な点っていうのをお伝えさせていただきたいんだけど、私自身、まあ、これでかなり十分かなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、正直な話これだと十分じゃない、えー、項目があるんです、えー。これは何かというと、えー、障害治療ですね、疾病治療、救、えー、検者費用、これ1000万円となってますけど、えー、この1000万円、1000万円、1000万円となってますけど、正直な話、例えばアメリカなんかでね、実例なんかだと、盲腸で手術して9000万以上かかったとかね、えー、事例もあります。 例えば皆さんがじゃあどこの国に行かれるかによりけりなんだけど、えー、じゃあ偏僻な国行って発展途上国行って事故に遭ってしまって、かなりの言いながら緊急搬送をヘリでしないといけないと。えー、そして、えー、病院に、えーねえー、入って緊急手術で、えー、最新の治療ということで、そうなるとかなりの額がかかってくるし、まあ入院もかなり長くなれば高くなってきますので、そういったところ、そういった時っていうのは結構ね、 あのー、物価が高い国なんか特にそうなんだけど、えー、こういった1000万円じゃ、まあ、補えないことが多いんですね。9000万円かかった。じゃあ、治療拒否される可能性もあるので、えー、そうすると,とね、やはり命にも関わってくるので、私はここの治療救援費をね、えー、こういったところ、えー、治療とか救援費用に関しては無制限のプランにするといいかなって感じがします。なので、まあ正直、ここのところ、障害死亡であるとかね、えー、傾向に損害保険なんかも結構充実してると思うんです。 賠償責任とかもね、これは結構十分かなと思うし、えー、あとは乗り過ぎ遅延とか自宅テニマスに関しては、まあ、このあたりかなって感じはするんだけど、ただやっぱ不安に思うのは正直自分はここの障害治療ですね、えー、救援費用のあたりが、まあ、保証額が、これでもまあ、ゴールドが300万とかに比べては高くなるんだけど、正直1000万円では不安なので、えー、ここは別途で加入していきたいと思ってます。なので、先ほど伝えたように1000万円じゃ足りないことが多いので、 えー、できれば、まあ、3000万とかいい本当にだけ9000万ぐらいかかった事例もありますので、無制限のプランで、えー、ぜひ行っていただきたいなって感じがします。あとは、傾向品損害ということで、これ100万円までなんだけど、1個あたりが10万なんですよね。そうすると、カメラ本体が例えば70万のやつが盗まれて、じゃあ、保険金請求するときに、最大で10万円しかおりないんです。まあ、新しいんでね。まあ、満額にはなると思うので、それでも10万円かなって感じがします。 例えば JI の保険なんか見ると、1個あたり100万円でも1個あたりは20万円ということで、まあ保険会社によって変わってくるので、まあ高価なものを持っていく場合っていうのは、そこに関してはね、まあ上限が20万とか高ければ高い方がいいかなって思います。結構ここは落とし穴で100万円だから、じゃあ100万円何か盗まれちゃったけど、100万円で下ろしてもらえるから大丈夫かなと思ったら、実際1個あたりの価格が最高で10万円だったり、もしくは20万円だったりするということで、 そこもね、皆さん保険加入するときはしっかりとね、えー、考えていただければなっていうのはね、ところです。えー、保険ということで、えー、あとはもう一つお話ですね。まあ、よく話である、えー、保険の合算ってやつですね、えー。例えばカード保険いっぱい持ってるから正直な話しここのところで合算すれば大丈夫っていう方もいらっしゃると思うんですね。 ちなみに、このアメリカンエスプレスは、まあ、障害治療とか、治療、えー、もしくは、救援費用って1000万円となってますけど、普通のカードだと、だいた200万とか300万が多いんですね。えー、で、えー、これに関しては、合算できるか否かに関してなんだけど、合算はできます。治療費用とか救援費用はね。ただ、じゃあ、カードが、じゃあ、300万円のやつをね、4枚持ったら1200万円ですよね。えー、1000万。だから、それでも足りないことが多いので、 えー、私はやっぱり過労保険以外にしっかりとした保険ね。その部分だけオプショナルで、えー、取ることができます。例えば救援費用とかね、えー。あとは治療費用だけとかいうこともできるのでオプショナルで、えー。そういったところだけで申し込んで安く済ませるということもできます。あとは、えー、障害死亡とか障害、恋障害保険金。これ1億とになってますけど、えー、これ、例えばね、あの、もし、えー、合算ということで、 えー、カード保険会社、カード会社、他にもカード保険持ってる方いらっしゃると思うんだけど、カード保険会社同士だと、これは、えー、正直これ合算ならないということですね。ただまあ、有料で別途で、例えば入ったものに関しては、えー、合算になるということなので、 えー、ここのところ、え、ちょっと落とし穴であるんだけど、えー、まず治療費用、吸引費用が、まあ、合算してもそこまでならない。それ以上がある可能性があるということなので、できればやっぱり有料で、ま、入っていくべきだと思うし、カード保険だけに頼らずね。えー、あとは合算が、えー、されないのが、え、カード保険同士であれば、障害死亡とか、障害、こういう障害ですね。まあ、カード保険プラスで、例えば何か有料でね、お金払って入っていくならば、合算になるようですけどね。はい。 えー、ということで、まあ、今まで、じゃあ、今まで、まあ、海外歴ということで、24年、25年近くなりますけど、じゃあ、保険を使ったことがあるのか、というところなんだけど、今まで多分ね、保険加入で、100回、100回も言ってねえかな。まあ、何十、結構50回ぐらいは言ってると思うんだけど、えー、そこで1回だけしかね、あの、保険金請求したことありません。これはシンガポールでマリナベイで、ビ、えー、デオカメラ盗まれた時ね、 その時に、まあ、最大で10万円だったので、えー、そこから、減価消却という形で、ちょっとだけ年数が経ってたので、えー、降りたのは9万円ぐらいだったかな。えー、口座に振り込まれました。だから、その時の1回のみで、えー、請求に関しては、だから、隔離ソロンからすれば、非常に低いかなって感じはします。ただ、まあ、自分自身が、例えば、体調を崩して、病院かからのめんどくさいから、ということで、えー、保険に入ってたんだけど入、入ら、行かなかったこともありますね。えー、自分の、いわゆる、その、 免疫でうまく直したりとかしましたし、えー、あとは、ま、あ留学ね、長期留学時に留学用のビザってあるし、あと駐在時も、ま、あビザ、あの、あ保険がねあ、ありましたので、留学用の保険と、えー、駐在の保険ってあったので、それらで、ま、あ例えば現地で熱が出たりしてインフルエンザもかかったことありますし、お腹壊してってあったんだけど、その時は、えー、キャッシュレスですよね、 えー、会社のあれでとかもしくは留学の保険でということで、キャッシュレスで全部、まあ、あのね、えー、保険金で賄うことができました。えー、なので、まあ、海外中長期で行かれる方、短期で行かれる方もそうなんだけど、中長期で行くとね、結構長、あの、高めにかかりますよね。ただ、 やはり治療救費費は無制限がいい。特に危ない国とか行かれる方は、やっぱりそれだけ、まあ犯罪被害にあわれる可能性高くてね、事故とかなる可能性高いので、そういった時にやっぱりしっかりとした保証額でないと、後で後悔することになりますので、そこだけはね、えー、ぜひ、あの、しっかりとした保証額、治療給与費用はできれば無制限のプランでね、えー、申し込んでいただければなって思うところです。えー、ということで、 アメリカンエクスプレスに関して、ちなみにこれに関しては、カード決済したか否かですね。例えば、あの、空港行くまで新幹線とかね、利用したりとか、交通機関利用したりとか、もしくは航空券を買ったり、パケツアーとツアーで、このアメックスで買ったりすると、適用になったりします。適用しない場合、あの、あ,あの、カード決済しない場合の保証額ってもあるんだけど、これよりも低いですね。半分ぐらいかな。えー、なので、えー、そこらに関しては、必ずまあ、保険をね、カード保険適用であれば、まあ、決済そのカードでするってことですね。 えー、そして、えー、ということで、まあ、あの、合算であわせても、やっぱり十分なカード保険どだけだとね、なかなか、あの、十分な保証例はないので、できれば、カード保険プラスで、えー、その保険にね、ベッドで入っていくといいんじゃないかなと思います。はい。えー、ということで。 今回ね、えー、保険に関してということは、保険の重要性ですね。もともと旅行会社働いてきて、えー、保険、海外旅行、障害保険お客様に対して販売してきた身でね、語らさせていただきましたけど、皆さんも何かね、えー、海外のこと、旅行のこととかで分からないことがあれば、えー、質問いただければと思います。動画などで言及させていただければと思ってますので、よろしくお願いいたします。 チャンネル登録いただいてない方はね、ぜひチャンネル登録いただければと思います。今年は毎年海外出てきますので、海外から生の情報をね、皆さんお伝えしてきますので、ね、楽しみにしていただければと思います。明日の夜一応生配信ということで、9時から10時ぐらいにやりますね。出発前ということでね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。